を倒れた PK。 マテウス・サビオしっかりと決めていきました。先制柏レイソル。2022年シーズン柏レイソル流れていく。ここ三つ丸からマイナス、そしてシュートブロック、そして押し込んだ。最後小山津。まずは カットした。さあチャンスだ。横パスから細谷だ。細谷、柏追いつきました。相手のミスを逃しません。プレッシャーに行く。ブロックしてシュート、突き刺しました。ドンクラス、柏逆転。使って、まあ、人数少ないフマリノスを広げさせる。うまく受けた。さあチャンスだ。ボックス内シュート、流し込んでいきました。小山津、小山津はリーグ戦2試合連発。体を入れてマスカケだ。抜けたマスカケ、右足のシュート決まった。やりました、マスカケ優吾。もう一度クロスを上げる中でヘディングシュート、決まった、マスカケ優吾。マテウス・サビオ、横パス細谷、サビオに戻して、サビオ柏先生。さあ抜けて赤谷の対応になるか。細谷のシュート決まった。マテウス・サビオ、お入れ替わった。マテウス・サビオクロスにした、マスカケ。シュート、先制点はレイソル。そのアンデロッティを目指すボール、こぼれて決まった。ウノキ先制は、ウノキの左足、スカケに入った、マスカケ、マスカケ、ルヴァンカップ3試合連発はマスカケです。カジヤ選手前パワーでアンデロッティ。まだ1点差です。サビオ前見て右足シュート、決まりました。アディショナルタイムで同点。ヘディングの競り合いです。このセカンド頭でスラッシュでサビオシュート、決まった。残り1分を切ってから勝ち越しゴールはマテウス・サビオ。素晴らしいゴールです。こぼれ球シュートだ。分からないと押し込んだ。ブラックは上がりません。押し込む、大裏返した。森が行った、森のシュート、奪った。2対1です。森が行く、マスカケ呼ぶ、森のシュート、やるんです、やるんです、森海斗。三つ丸のクロス、こぼれて細谷のシュート、また中村と後ろから決まった。高橋裕二。さあここでルーカスをかわして大南クロス、小山津、後ろから細谷、決まった。今シーズン5点目。マテウス・サビオの前が空いた。ゴールキーパーと1対1、マテウス・サビオのシュートが決まった。大きな大きな3点目。小山津切り返してシュート、4点目。決まりました。最後はポストに、森、中にマスカケ、森はどうする、自らシュートを打っていた、決まった。森がこの試合でも途中出場。小島、足元、マテウス・サビオ、反転、キックフェイントから左足で振ってきました。先制レイソル。はい、小島、足元、引きつけるコントロールから細谷。小山津、柔らかいボール、頭でつないで、こぼれ球、うまく流し込みました。大南、小山津、新橋のミドル。右に蹴って決めました。クリアボールを拾って、
ました。おヘディング結果を出しました。武藤、おっと武藤、こチャンスになる。武藤柏レイソル武藤浮かせるループシュート、流し込んでいきました。三つ丸前半3分触ってシュート、マテウスサビオこぼれ球、シーハシシュート、先制細谷、リフレクションで入ります。この位置まで降りてビルドアップ参加しています。ここはここはゴールライン終わりました。京都さんがの連携ミスから出てシーハシ武藤へのスルーパスだ。武藤だ、アディショナルタイム武藤が決めました。柏勝ち越しゴール、武藤が決めました。もう一度間で小山津止める、武藤コントロールフィニッシュ、2試合連続で2トップが待つグランダーラストパス、ドライ、川口だ、川口のクロスボール、武藤だ、いやった同点、同点武藤、3試合連続ゴールで同点。丁寧なラストパスからエンドボーナス、セカンドボールどっち、柔らかいボールドグラス、宮で武藤、その後ろ大南、強烈な右足、あーワンツーで抜けてきました。ボックス内、大南のクロス、ドーグラス、最後ディフェンスに当たったか。先制柏レイソル、前半の23分、中3人いる、右足のクロス、ファーサイド武藤のシュート、前半アディショナルタイム追加点。ジェネシーがしているようです。チャンス、武藤こぼれた、1点も返しました。レイソル、流し込んだのは細谷、ポジションのリード体は非常にいいですね。体を入れる、粘る、止まった、ドーナス、くさびを戻して、豊島強烈、サイドバックです。小山津から細谷だ、細谷、これはベッド、小山津で1点返しましたか。